皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。今日はタイムラプスティップス、久しぶりにですね、ちょっとハウトゥー的なことをやりたいと思うんですけども、ホーリーグレールタイムラプスという、タイムラプスの手法があります。昼間から夜、夜から昼間みたいな感じで、明るさやホワイトバランスの変化がこう激しい時間帯のタイムラプスのことをホーリーグレールタイムラプスって言うんですけども、そのホーリーグレールタイムラプスの撮った時にですね、ホワイトバランスが極端に変わることを恐れるがために、ホワイトバランスを固定にで撮影するっていうのが一般的なんですね。まあ、私の場合は太陽光で基本的にずっと撮影することがほとんどです。でそうすると始まりと昼間と夜では、もちろん夜になると太陽光のホワイトバランスがなくなるので、ホワイトバランスがおかしくなるから、後半の方に行くに従ってホワイトバランスを徐々に変化させていかなきゃいけなくなるんですね。通常のタイムラプスの考え方だと、それはタイムラプスの専用のソフトじゃなきゃできなくて、このチャンネルでも紹介している LR タイムラプスですとか、それからタイムラプスデフリッカー TLDF などを使って、ホワイトバランスを徐々に変化させていくことが必要ですよと。まあ、ただそういうソフトって有料ですし、ちょっと扱い方も、慣れてない方には難しいなっていうところがあるので、まあ、無料のソフトでなんとかそれができないかなということで、今日はですね、ダヴィンチリゾルブという、動画編集用のソフトを使って、ホーリーグレールタイムラプスで最初と最後のホワイトバランスを徐々に変えていくっていうね、そういうテクニックをお見せしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではやっていきたいと思います。ダヴィンチリゾルブっていうのは、まあ、動画編集用のソフトウェアで、ブラックマジックデザインさんっていうところが、製造しているソフトなんですけども、無料でほぼ9割型の機能が使えるっていう利点があって、でゆくゆくそれを有料ステップアップしても3万か4万ぐらいなのかな、で有料版手に入るんですが、サブスクリプションサービス毎月払っていくような感じじゃなくて会費なんですよ。で、今これメディアページというところを開いています。でまあ今日は連番ファイルじゃなくて、すでに動画化されたものを使おうと思いますが、まあ、これとかいいかもね。ああいいかもね、これね、いいかもしれない。これでいきましょうか。これをまずメディアプールに入れて、エディットページに飛んで、こいつをタイムラインに落とすと、そうすると、タイムラプスデータとしてこういけるんですけど、まあどういう動画なのか見てみましょうか。なんかちょっとこうピクピクピク、あの多分三脚がねこうブレちゃったんでしょうね。はい、今途中すごい黄色かったですよね。最初こう月が昇ってきて、これちなみに池袋のサンシャイン展望台から撮影したやつなんですけど、こうこの辺妙に黄色いですよね。で途中からこう良くなってくるんですけど、この辺の黄色みなんかなんとかしたいじゃないですか。どの辺から変わってほしいかなっていうような目星をつけましょうか。こう一回黄色になって、この辺でも後半の色にこうなってほしくないですかですね。で、そうなった時に、この辺ですかね。でこのまあこの辺でもう変わってほしいなっていうポジションを決めたら、このまま、オルトクリック、そして上にずらすとコピーができます。はい、で、ホワイトバランス変化してほしいあたりまで切っちゃいましょう。まあこの辺ですね、この辺でいいかなって感じですね。でここで、はい、次はこのカラーページに行きます。カラーページをクリックすると色調整ができる画面になりますので、はい、でですね、ここに並んでるこの2つ、これが先ほどタイムラインに並べたタイムラプス素材になります。この上のやつを、選択していることを確認したら色調整をするわけですが、ですね、ここに左下のここのところですね、このですね、いろいろこういじれる項目があるんですよ。で、そうだな、これ左から3番目のこのカラーホイールっていうところを選んでみましょうか。で、この色温度
ティントっていうのは、これはあの普通の画像処理ソフトにも、写真用の画像処理ソフトにも入ることですよね。で、例えばこれ黄色なので、この色温度を左にこうクリックして左に動かしたり右に動かしたりするとこう色が変わりますから、ね、で今黄色すぎるので青に振りましょう。ぐーっと青い方に振っていきましょうか。はい、そうするとだいぶなんかこうさっきのイエローからはだんだんこうね違う感じになりましたよね。でこの先どうなんだろう。この先ちょっと青すぎるので、青くなりすぎますね。なのでどのちょっとエディットページに戻りますね。ここを押すとビデオトラックを無効化、上のこのクリップを無効化、表示しないようになっていきます。どこからこう青くなるんだろう。この辺ですね。じゃあここまででいいって話ですね。はい、じゃあもう一度この上に足したクリップを有効化します。はい、ここからもう一回バトンタッチしたいってことですよね。はいですね。もうちょっと後ろがいいかな。うん、まあ最後まで言ってもいいんですけど、はい。で今ですね、もう一回確認します。下のこのクリップですね、下のクリップはスタートはいいけどだんだん黄色くなってって、なぜか最後だけこう良くなるっていう、そういうクリップなんですね。でこの中間の黄色をもうちょっと青っぽく、夜景っぽくしたいということで、上にコピーしたレイヤーはちょっと青に振りました。はい、青に振りました。はい、夜景っぽくなってます。で今だとこうやって再生するとここからカリッと変わっちゃいますよね。はい、ここ見てくださいね。パキッと変わっちゃいます。これかっこ悪いです、ね、だからこれをスムーズにこっちに変化してほしいんですね。で、そうした時にダヴィンチの場合はここにですね、なんかこれ小さいと出てこないんですよね。シフトを押しながら今クリクリをしたんですけど、そうするとこういう風に細くなるんですが、この状態だと見えないんですが、シフトしてこうクリクリと上に回すと、こいつが出てきます。でこれを選択して右にやると不透明度が変わるんですね。要は徐々にこう徐々にこう切り替わっててくれるっていう、自然に変わっててくれるっていうことができるんです。おー、いいですね。で後ろの方も徐々に切り替えてみましょう。はい、徐々に元のクリップに戻っていきますですね。徐々に変わっていきます。もうちょっと後ろでもいいのかな。はい、というようなことをやればいいですよと。はい、じゃあこれで再生しましょう。この三脚のブレは気にしないでね。さっき黄色っぽくなってたのが途中から青くなりましたね。はい、おお。でまた元に戻るみたいな感じですね。ちょっと画面今でも途中ちょっともっと黄色っぽいのもっと早く直っていいかなと思ったので、もうちょっといってみましょうか。うん、こんな感じで、はい、再生します。でここから不透明度が変わって上のクリップが表示されます。はい、上にバトンタッチしました。そして一番最後の方は結構良かったんで、はい、戻りますっていう感じですかね。はい、という感じで元のデータをコピーして、それの色温度を変えて、そっちに受け渡しするときにこう、不透明度をこうやって変えてやると、自然に変わりますよっていうふうに処理ができますということですね。だからわざわざ、LR タイムラプスとかタイムラプス専用のソフトウェアで写真の状態でこう、ちょっとずつホワイトバランスが変えるっていうようなことをやらなくても、動画になった状態のものができると。で、最近のカメラだとカメラの中でも動画にしてくれるような撮って出しの動画を作ってくれる、タイムラプスの動画を作ってくれるものがあるので、でそれでもう楽しめるんですけど、やっぱそれのホワイトバランスがちょっと気に食わない場合は、こういう処理がありますよと。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。